ファイナルバトルの第3弾は無事にコンプリートできましたということで、次はね、ファイル。ガオロードのさ、公式ファイルが出たから、限定カードもついてんだって、1枚。俺はさ、プレ版で買ったんだけど、おもちゃコーナーでも、全然お店のおもちゃコーナーでも買えるみたいだから、みんなもぜひ、カードもついてるし、ゲットしてみて。デザインがかっこいいんだよね。ウルティマのデザインがダダン。ゴッディのね、かっこいいな、ビースターゴッド。ウルティマがドカンと出てて、で、これが、カードか。限定カード、これ誰？すげえマッスルじゃない？なんかマッスルナイティーな、ケイシって書いてるね。ついてる、このカード。今まで出てきたっけ？一段。一段、第一章出てなかったような気がするが、誰だこれ？グレイかな？大人になってグレイとか。それはないか、ちょっと見てみよう。で、84枚収録可能なオリジナルファイルが登場と。すごいね、84枚自分のお気に入りのカードをこの中にしまっていけると。いや、ウルティマかっこいいな。ちなみに、これがね、前回ゲットしたウルティマのね、アナザーカードであると。裏面はね、こんな感じ。ガオロード、超獣ギガ、ガオロード。ホロなんだろう、光がホロっぽくなってない？ホロ白っていうか、なんかホロのデザインになってるよね。それでは開けて見てみましょうか。いや、すごい楽しいだな。お気に入りの、これがどんどんさ、カード増えていくから、まあ、84枚。だけど、84枚以上増えたらまた、まあ、その頃にはまた新しいさ、ファイルが出てると思うから、また買って、それに入れていけば、あ、てか、リフィル入れれるかな、これ。サイズの合うリフィルがあればさ、もっとあれできるよね。補充できるよね、カードのね。おー、でも手触りがすごい高級素材的な感じするね。すげえ。あれ、今、待って、今このガム落ちた？これもしかして。ポトってなんか落ちた感じ。え、これ、食玩なの？食玩ってことはおもちゃコーナーで買えんじゃね？スーパーとかの、スーパーとかのお菓子あるところで買えるかもしれない。あれ、これガム落ちたよね、今。あれ、いや、落ちたような気がする。で、これがカードですよ。これ、誰これ？ガオロード。帯ちょっと取ってみる、これ。帯にくっついてるのかな？帯を取って、ささっと。おー、すげえ、ここもホロだわ。すごいね。見て見て、このホロ。うおー、超獣ギガ。ガオロード。ホロかっこいいなぁ。あと、ウルティマのデザインもいいわ。第一章の完結にふさわしいね。なんか、第一章完結。ウルティマ、ゴッディ、ウルティマ。で、中身はこんな、お、なにこれ？すごいすごい！なんかね、アストリアだって。アストリア。え、待って、知らねえ。アストリアだって一章とか出てた。ゼロ段から始まり、こう一段のカードリストとパッケージも載ってる。すごいな、ギルダークね。こいつまさか合体するなんてね、最後の章で合体してたもんな。で、第2だね。イクトゥール。すげえ。第3弾、今開けたばっかの。ウルティマ、これかっこよかったよな。アナザーも出てるわ。一段が、第1章のカードが全部入るんだね。84枚多分。ゼロ段から、3段もある。多分数えてないけど、全部で、ね、多分84枚あるんだと思う。全部入るんだわ。自分のお気に入りだけじゃなくて、全部入れて、まあ、保存するっていう第一章。おそらく全部で84枚数えるか、あるかどうか。あ、っていうか番号書いてあるもんな。66番まであるから、1段から66。66たす5だとしても、71か。余裕で入るわ。1段から3段まで全部余裕で入るね。すげえ。で、ここに、おー、これ、中身も充実してていいね。中身も充実してるよ。アストリアレジェンドだって。アストリア誰なんだ？かつてビーストたちが支配した獣王界。力なき人間はビーストの脅威に怯え、隠れ住むように日々を過ごしていた。だが、そんな人間の日常を打破する一人の英雄が誕生する。彼の名はアストリア。なんか女の子みたいな、お姫様のような名前なのにね、あんなごつい。アストリアはその、類いまれなる力でビースターと心を通わせ、原初のビースターナイトとして、歴史、あ、原初のビースターナイトか、なんかちょっと覚えてるかもしれない。歴史に残し伝説となる。その伝説は、語り、巡り巡り、巡り巡って現代と受け継がれ、魔剣士グレイの新たな伝説へと繋がるのであったということですな。はぁ、無限戦友、シャオルン、苦手。
こういうなんか人間関係図も載ってるんだね、こうやってね。で、これが今言ったアストリア、英雄アストリアっていう、くっついてるわ、これ。取っちゃっていいよね、もうね。取っちゃいますよ。取っちゃいますよ。くっついてるけど、取っちゃいますよ。アストリアも入れたら72枚か、全部で。さっと、両面テープね、くっついてるね。これが、伝説の、伝説、そうだ、アストリア。へぇー。お前は夢に焦がれ、夢を追うものか。ならば我が、足跡を追い、夢をつかめ。すごいね。この、スーパー、伝説、あ、待って。アポカリプス。これなんか似たような武器持ってたよね、グレイね。それが繋がってたのかな。呪王界で初めてビースターと契約を果たした、現象のビースターナイトと呼ばれる伝説的存在で、神獣の試練に打ち勝った唯一の人間として語り継がれている。すげえ。これちょっと剥がしたいな。これ綺麗に剥がれるかな。これ邪魔だよね、もうね。これはもういらないから、合わせますなと。これで完璧だ。アストリアだ。このカードをゲットするためだけに買ってもいいレベルだよね。でもファイル自体がすごいいい感じだわ。1段から3段まで俺全部入れようかな。お気に入りのカードだけ入れようと思ってたんだけど、ちょっと1枚入れてみるか。ウルティマ入れてみるか、とりあえずウルティマ。あー、そっか、これね。袋から出さなきゃダメだ。袋から出さなきゃ入れらんないわ。マジで出したくないな。待って、これ、袋のままさ、保存できた方がいいよね。袋のまま入んない？これ出さなきゃダメだわ。一応ね、入る。袋の端を折ったら入るんだけど、いやー、ギリ。だから、袋ごとさ、すんなり入るようにしてほしいよね。わかってねえなー。袋から出さねえから、コレクターは。被ったやつなら出すよ。被ったやつなら出すけど、いや、新品のやつはね、出さないからいいけど、折ってるのわかる？端。折ったら入るんだけど、超きついから、ダメだな、これ。このファイルね、袋ごとしまえない。うわぁ、わかってねえわ、これ。これダメ。袋のまましまえるファイル。それが至高だから。これダメだな。袋のまましまえ、デザインとかはかっこいい。カードもついてるし、そこは100点満点。だけど、カードをしまうとなると0点。いや、マイナスだわ。マイナス、袋から出さなきゃしまえないって今、一応入るよ、こうやって。入るけど、これ袋曲げてるから。袋曲げてんだよ、こうやって。袋に折り目ついちゃうから、うわぁ、ダメだ。これ使えねえ、俺。マジか。まあ、被って出したやつしまうわ、じゃあ。被って出したやつをしまうということで、まあ、このファイルは、俺は使えないから、まあ、かっこいいから持っといて損はないけどね、カードも手に入るし。まあ、カードだな。このカードを手に入れるために買うっていうだけかな。うん。で、被ったカード、出したカードをしまうっていう。マジでか、すげえショック。いや、普通こういうのって袋ごとしまえるようになってんだよ。FGO のやつだってしまえるようになってたじゃん。袋ごと、袋から出さないで、新品のまましまえるよっていう、なってるんだけど、これは、出さなきゃダメだから、うわ、やだー。ダメだってー。袋から出す仕様になってた。だからちょっとその点に関しては0点だな、俺からするとね。まあ、カードゲットできたから、その点に関してはすごい嬉しいけど、ファイルとしてはちょっと使えないかな。まあ、めっちゃショックだったわ、マジで。俺袋から出さないから、基本被らないと。すげえ お気に入りのカードとでも、5枚ぐらい被んないと出さないからさ、スリーブとかしないから。いや、マジでか。でも、このアストリアゲットできてよかったわ。すげえかっけ。伝説のアストリア。これいいな、もう一枚欲しいな。もう一個、ちなみに2000円ぐらいだったかな。1800円プラス税ぐらいだったはず。俺ネットで買ったからそれプラス送料もあるけど、お店で買ったら送料とか、ね、2000円で確か買えるはずだからね。まあ、2000円でアストリアをゲットするみたいな感じの。かっこいいよね、すげえマッスル。お姫様みたいな名前してんのに。いやー気に入った。みんなもぜひゲットしてみて。まあ、カード出してるって人はね、全然使えると思うからね。これ使って、ファイルしてみて、1段から3段まで全部入るからね。84枚。いやー、これも嬉しかったな。これ全部載ってんのね。第1章全部出てるっていう、完結ね。第1章完結までが全部出てるっていう、こういうのも嬉しいよね。中身が充実しててね。他のファイルも出たらまた買ってみるわ。それではまた他のファイルの開封動画でお会いしましょう。なかなかね、かっこいいカードだったわ。限定カードね、アストリア。